雑貨をみんなを笑顔にするウィッシンデザインホームセンターの森田です。ついこの間ですね、沖縄へ行ってまして、ね、まあ、何しに行ったかと言いますと、まあ、ちょっとね、沖縄らしい、まあ、変わった雑貨がないかなということでね、まあ、約3年ぶりですかね、行ってきまして、で、ね、今回ご紹介するのはですね、まあ、ちょっと1点だけなんですけれども、あの沖縄らしいね、雑貨をご紹介したいと思います。それがね、やっぱ沖縄といえばこれですよね。琉球ガラスを使ったね、グラス。どうですか、もうすごい綺麗なね、琥珀色してますよね。本当にね、なんかね、なかなかこうね、ありそうでないような、そういったグラスになってます。まあ、後ほどね、これじっくり見ていただきたいと思いますんで、まあ、ちょっとね、見ていただく前にですね、ちょっと琉球ガラスのね、あの歴史を簡単に、さらっとお伝えできたい、お伝えしたいなと思います。琉球ガラスのね、始まりはですね、明治時代になるんですけれども、長崎とあと大阪からですね、ガラス職人が沖縄へ行きましてね、でガラスの、作り方を、まあ、伝えたのが、まあ、琉球ガラスの始まりだとされております。明治時代が始まりです。はい、でそこからですね、ちょっと戦争が始まります。でやっぱり沖縄もね、空襲を受けてですね、もうね、琉球ガラスの工房とか工場がもう甚大な被害を受けるわけですよ。もうほぼほぼね、もう壊滅状態といいますか、もうひどい状態になるわけですよ。でまあまあ戦争がね、まあ、その後終わるんですけど、で、まあ、戦争が終わってですね、まあ、あのアメリカ軍がですね、まあ、沖縄にまだ、まあ、残ってるわけですよ。軍事施設もね、残ってるわけです。でその軍事施設、アメリカのその軍事施設からですね、まあまあ注文いただくわけですね。あの琉球ガラス職人さんたちのところにね、あのガラス製品作ってくれないかということで。でもね、戦争が終わったのはもう本当にね、いいんですけどね、そんな工場も工房も壊滅的な状態で、原料もないわけじゃないですか。でもそこでね、すごくね、まあもうまあ注文を受けたんで、もうすごい困ったわけですよ。原料がないんでね。でそこでもうすごい知恵を絞って、思いついたのがですね、その軍施設とか、まあ、そこに働いているね、人たちの家庭から出る空き瓶ありますよね。その空き瓶を再利用しようということで、まあ、今現在に至るね、琉球ガラスの原型がそこでね、生まれるわけですね。はい、で、まあ、再利用して、で、まあ、今現状もですね、そして今現状どうなのかと言いますと、まあ、現状も、そういったね、空き瓶を使って、作られてるのもあるんですけど、もうそのね、当時はですね、その軍施設とかからも、まあ、家庭からいっぱいね、空き瓶出たんですけど、今はそれほどでもないらしくて。今はですね、その空き瓶以外にですね、原料ガラスっていうものを用いて、琉球ガラス、ガラスを作ってるみたいですね。はい、で、結構琉球ガラスってすごい鮮やかじゃないですか。で当時の空き瓶を利用してるんで、そのカラフルなね、まあ、例えばですけどバイアリスとか、まあ ラムネとかね、そういった色のついた空き瓶を、まあ、再利用、まあ、再度ね、細かく砕いて、ほんで釜へ入れて熱してね、でそれを原料にしてるんで、まあ、まあね、こう色のついたね、ものができてたんですけど、今もっとすごいカラフルな鮮やかな色多いですよね。あれね、あれはですね、まあ、着色料を使ってですね、その原料ガラスの中に、まあ、着色料を入れて、でより鮮やかにね、出来上がってるのが、まあまあ最近のね、琉球ガラスの、まあ、主流になってるような感じです。はい、ちょっとね、説明ちょっとね、まあ、こんな感じなんですけれども、ちょっとたどたどしくて申し訳ないです。はい、はい、っていうのがね、まあまあ簡単なね、まあまあ説明です。はい、琉球ガラスのね、それではですね、ちょっとね、こちらのグラスをですね、いろんな角度からね、ちょっとじっくり見ていただきたいと思います。はい、どうぞ。はい、どう
ですか。すごい綺麗な色してますよね。もうほんとね、まるで沖縄の夕日を見ているようなね、色合いですよね。結構ね、いろいろね、琉球グラス見て回ったんですけど、なかなかね、ここまでこういう色合いが出ているグラスってなかったんですよ。でもこれ見た瞬間に、ああ、もうこれやって思ってね、今回はね、まあ、ちょっとこれ1点だけですけれどもね、こちらをご紹介しております。で、琉球グラスのね、特徴である、まあこういうね、ちょっと厚みのあるボテッとした感じもね、いいですね。まあ薄いのもまああるのにはあるんですよ、あるんですけど、まあ比較的ね、こう分厚い感じのね、ものがね、まあ琉球グラスの特徴ともなってます。ここにね、ビールを注ぐときっとね、沖縄の夕日が完成するんですよね。何を言ってるのか自分でもわからないですけど、それぐらいね、綺麗なビールを注ぐとより綺麗なね、琥珀色になる、なってね、きっとね、これ飲むとね、美味しいやろうなっていうふうに思います。で、厚みがあるのでね、これもちょっとね、調べてみたんですけれども、こう厚みのあるね、こういうグラスで、まあ、ビールを飲むとね、喉越しがいいらしくて、きっとね、こうビールをね、より一層ね、楽しめるんじゃないかなっていうふうに思っております。まああとね、ちょっとこう分かります？後ろここでね、こうなんかガラスをね、ここでプチッとね、切って作られたっていう跡もね、残っております。はい、まあこちらのね、琉球グラスの紹介は、まあ、以上となります。はい、今回はね、こちら沖縄のね、琉球グラス紹介させていただきました。これで飲んだら美味しいやろな。はい、よければですね、コメント欄もしくはですね、チャンネル登録もしくは両方ね、していただきますと本当に嬉しい限りでございます。今回もね、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。